ジだぜ。赤星めしめし TV でーす。わあ、始まりました。はい、ということでラウメン三郎さん三郎企画最終回。お、最終回は、東新橋にある三郎さんでございます。お、東京臨海新交通臨海線、ゆりかめめのことですけども、はいはい、あと都営大道線の汐留駅、日テレのすぐ近くということで。なるほど、まあ、新橋から行きますよ、ね、すごいなんかちょっとあれですね、妖怪ウォッチに出てきそうな、あ、ちょっとなんかね、いびつな、そう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 、はい、あのお店の前がイタリアをイメージした街並みになってまして、はいはい、ちょっとこうエキゾチックな感じなんですね。あ、なるほどね、お店も、うん、そう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 。で、基本メニュー、醤油塩味噌、つけ麺の醤油塩味噌で、いろいろありまして、今回はですね、豚が8枚入った塩を選んでます。おぉ、豚8枚？豚8枚、こんな感じです。うわぁ、きたきた、980円大盛りにして、うん、太麺変更は無料ということで、太麺にしております。で、野菜マシマシにすると1キロということで、こちらもやっちゃってますね。いや、爆盛りですね。爆盛りは、これね、鶏皿もこう、用意してくれたんで、はいはい、したね、うん、氷の中にはね、刻み玉ねぎなんかもありますけども、生姜も入れられるよということで、いっぱい祭りのサブロさん、ありがとうございます。じゃあさあ、その豚、うん、1枚目からいきましょう、うん、これね、柔らかいんですね、めちゃめちゃプルプルしてるね、プルプルバラ肉ふわとろ豚ということで、おお、なんかすごいないっぱい効果音使っちゃいましたけども、非常に脂が多いこってり豚なんで、はい、後半に置いておくのはもう危険行為ですこれ。あ、なるほどね、前半に終わらせた方がいい。いや、絶対その方がいい、うん、まあそんなこと言ってる間に3枚食べて野菜油もいきましょう、はい、ね、細かいね、背脂がね、これでもかとかかっており、同時に液体油もかかってるんで、すごい脂脂脂脂脂って感じでございますね、野菜はややくたで、あ、はいはい、なんかこうね、ザクザクとしたもやしでございました。ザクザクザクもやしね、うん、おつまみにもいいんじゃないかっていうような感じですね。あー、なるほどね、そう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 、卓上開始のしょっぱレベルは、まあ、3でございました。おー、ややしょっぱよりもうまみがトクトクトクというビールの注ぎのね、心地いいよね、顔が全部俺モザイクになっちゃう。なんでモザイクになってるんですかこれ。後ろの肩と被っちゃってるから俺もモザイクにせざるを得ない、せざるを得なかったですね、では4つ言った三郎さんのうち、こちらの三郎さんが一番野菜の量多かったです、うんうん、ね、そして油膜があって分かりにくいんですけども、スープはですね、はいはい、結構しょっぱ度控えめの塩スープということで、うん、はいはい、塩豚の威力がやみつきになる、うん、塩はあんまり食べないからね、ちょっと食べてみたいですね。意外と二郎系の塩ってね、うん、そこまで見たことないですね。ないですよね、うん、これは珍しいですよね。え、知事レードの高いややかち麺というか、カチカチの麺でございますが、うん、やっぱり油分が多いよね、はい、これぐらい強力な麺がやっぱり合うから、うん、ちょっと前髪アイロンかけてません？いや、カジから借りてるやつ、ね、いや、おい、カジの昔のやつね、そう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 、うん、あ、そしてこれなんだこれ、お酢なのかなと思って、はい、ちょっとこうね、食べてみましたが、うん、何、なんと何、塩だれだったんだ。あ、返しではなく、そう、もうしょっぱレベル測定不能のしょっぱさ。いや、しょっぱいんだ、しょっぱい、しょっぱい、これ塩だれだからしょっぱい、見たことないよね、うん、これね、あまりにね、塩気強いとちょっとビビっちゃってまあちょっと少しずつ入れましたが、強烈な塩気でね、一気にスープ変わっていったんで、はいはい、もうこれ箸がもう加速しちゃって、もう、あ、もうちょっとしょっぱさは欲しかったんだ。まあちょっとね、うん、僕的にはさっぱりめだったからということで、はいはいはい、入れてさらにうめーすということで、うん、で、ごまなんかもあります。あ、卓上も結構充実して、おー、いいね、ごま。ちょっとね、昔からある愛され瓶なのか、ちょっとゴリゴリではなく、スルスルと細かく出てしまう本当はね、見るタイプはゴリゴリ、はいはいはい、塩ごまね、もう少し最初から食べればということで、序盤に入れるのもおすすめ、うん、さあ、そしてきました、わ、さん出た、ブラックペッパー、あるべきイルカンなんですけども、へ、続けてご覧ください、はい、ギャバンのホワイトペッパー、角感もあるということで、わー、卓上が S&B とギャバンもある、うん、しかもですよ、うん、なんと C&A の胡椒というのもあるということで、うわ、もうパーティーパーティーだよ、卓上がもうパーティーだ、ペッパーパーティー、ペッパーパーティー、ペッパーパーティー、半濁音が多いですけど胡椒レベルがだっけということでね、はい、そんなこと言ってるうちにファイナル豚、ね、また
タイプ残しておいちゃダメだって言ってるんですけど、うん、やっぱり僕好きなものを最後に残しちゃうタイプ。いやそれ1枚だけは残してないですよね。いや残して結局最後に豚、とろっと完食しちゃいました。ごちそうさまで。ただ今すごい真っ白ですね。すごい。やっぱうまいね。まあ冬のような。いや確かに、ね、雪のような。冬のような。冬のような。まあまあまあ、もしもしよりは91です。わ結構高かったです。結構高いですね。あの油量がやっぱりすごかった。はいはい、はい、油のマシマシレベルで一気にマシマシが引き上がってまいりました、うん、あと野菜もね。あすごかったよ。すごいでしょ。すごかった。麺よりも全然多いんで、うん、バランスとなって考えないと。はい、ということでね、サブロー企画4点連続でいっちゃいましたけども、いかがだったでしょうか。美味しそうでしたよ。 ありがとうございます、うん、でもこれ一番最後のここが一番美味しそう。あ、本当ですか、うんうん、おーかなって思います。新橋で行きやすいんで、ぜひね、皆さん汐留側に行った時はね、こちらサブローさんにも行っていただきたいということで、この辺でえワードが祭りごっつぁんぬるってしたな。